何の前振りもなく、いきなりスタート画面から。初のゲーム実況動画、スタートです。スパナナ州のレースです。まずは第1コーナー、事故らないように注意しながら。フェラーリ2台が接触、その隙を吹いてインに飛び込む。いきなりトップに立った、と思ったらすぐに2位交代。チキって謎のアクセルオフ。スパ名物のオールージュは。下手くそすぎて、後ろから煽られる始末。両サイドから抜かれる、ダサい構図。前に合わせてブレーキング、今はまだ、抜き返すつもりはありません。フェラーリがミスったので、インから抜き返す。アクセル踏めませんでした。後ろの BM にインを刺されたので、ここは引きます。5位交代。譲ってばっかりで、やる気あるのかこのオープン主は。また後ろから仕掛けられそうな雰囲気。いけなく6位に。前方で1台吹っ飛んだので、5位浮上。私は安全運転で進みます。フェラーリがはみ出したので、狙っていきます。4位浮上。フェラーリがミスってくれたおかげで、後方を意識する必要がなくなりました。ただ、前方も後方も車がいないので、動画が地味になりそう。かろうじて車が見えているので、なるべく離されないようについていきます。かつ、ことよりも、いい取れ高が欲しいウプ主。そもそも、レースに勝てるほど、ウプ主の実力は高くありません。下手くそなりの戦い方で、攻めていきます。こんな感じで2周目突入。では、そろそろ自己紹介を。はじめまして、ロットンと言います。最初にも言った通り、初めてのゲーム実況です。普段は MMD という 3D ソフトを使って、カーチェイス作品を作ってます。こういう作品を作ってるので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、レースの方に話を戻します。いきなり実況動画を始めたわけですが、理由は2つあります。1つ目は、VTuber 進出のための準備です。とは言っても、VTuber で活動したいわけじゃないです。ただ単に、VTuber 用のキャラが欲しいだけです。何を言ってるかわからないかもしれませんが、私も何を言っているかわかりません。まあ、今後活動していく上で、イメージキャラ的なものが欲しいなぁ、と思った次第です。それなら、オリキャラ作るだけでいいじゃん、ってなりそうですが、それだと、作っただけで終わってしまいそうで、活躍の場がどこにもないように感じました。どうせなら、以前から興味があった VTuber でもやってみようかな、と思った次第で、出始めに、普通のゆっくり実況でも始めてみました。VTuber の練習なので、最初はゆっくり実況ではなく、本当は肉声で実況予定でした。ですが、録画した映像を見ると、ウプ主が全然実況してませんでした。録画中に発した言葉は、この3つだけ。スタートしました。いて。あ。さすがにこれじゃ、実況とは言えないので、ゆっくり実況に切り替えました。でも、VTuber 進出が目的なので、実況の練習はしていきます。ゆっくり実況は、編集が大変だし。ちなみに、VTuber 用のキャラクターですが、まだ作ってません。で、実況動画を始めた2つ目の理由ですが、ただ単に、プレイ映像を残しておきたいだけです。
本命の活動は MMD、息抜きにゲーム実況といった感じですかね。と、画面に進展がないので、自己紹介だけで1周回りました。肉声実況の時も、ただ無言で走ってました。話のネタがないと、何も話せないタイプの人間です。いやく、早く終わってしまえ。こんなクソレース。一人、騒いでいる方がいますね。おそらく、スタート時に事故った後、そのままピット内で待機した人でしょう。このゲームは、他車や壁にぶつかると、ダメージを受けます。ダメージは、ピットで修理しない限り、車体に残ったままです。なので、前方でスピンしている車がいたら、絶対に避けます。GT スポーツのように、車が透明化になったりしませんので、安全第一の運転を、ラップね。安全第一の運転を、レースでは心がけることで、下手くそなうプ主でも、上位陣に食い込んでいけます。今スピンしたマクラーレンは、周回遅れなので、順位に変動はありません。3位はもう、10秒先を走ってます。今映ってる車は、周回遅れです。もうネタバレしちゃうと、うプ主がこの周回遅れとバトルして、この動画は終わりです。だって、何もないんだもん。ちなみに、この早送り中に、1台が回線落ちしたため、勝手に3位浮上しました。そもそも、周回遅れに追いついたところで、普通は譲ってくれるはずなので、バトルになりません。場面は5周目、ラストの試験。周回遅れくんがミス、一気に差を縮めます。だが、うプ主もハンドル切りすぎて、バランス崩します。これは、周回遅れくんが譲ってくれたのでしょうか。前に出て、6周目突入。相手が周回遅れでも、見せ場がないので、うプ主が勝手に、バトル気分になってるだけです。今まで孤独だったんだ。気分だけでもバトルさせてくれ。バックミラーに映ってくれるだけで、なんだか嬉しく感じちゃうよ。でもこの先は、スパ名物のオールージュ。ここの立ち上がりスピードの差が、うプ主と周回遅れくんの実力の差です。スリップに入っても、離されるほど。周回遅れくんが縁側に振った。ん？譲った？いや、コースアウトしてるし、なんか違う気がする。よくわからないまま、前に出ました。周回遅れくんとバトルなんて、できるわけないじゃないか。そしてまた、独走。ちなみに、この倍速中に、序盤で荒げていた方が、チャット仲間を見つけたのか、何やら盛り上がっていました。気づけばもう、ファイナルラップの中盤。周回遅れくんは、まだ後ろについてきています。うプ主が、手を抜いているわけではありません。オールージュの、ストレートの伸びを見た通り、少なくともうプ主より、実力は上だと思います。そして悲劇は突然。え？なんでいきなり攻めてきたの？ちょっと。え？恥ずかしながら、アクセル操作ミスによる、単独スピンです。ただの自爆です。首位争いならともかく、周回遅れくん相手に、プレッシャーに負けてスピン。めちゃくちゃ恥ずかしい。その後は何事もなく、ゴールして終了。このままでは、何も特徴がない、つまらない動画になってしまうので、次回以降、何か考えてみます。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いします。